突破力が勝負の鍵になるかなと。リングの上で向かい合った時にその強い相手を乗り越えていこうっていう突破力が勝負の鍵になるかなと。相手のミスをつくじゃないですけど、テクニック以外のところで精神的な勝負になるかなっていうのが。前回よりいいと思いますよ。藤田の場合は自分さえしっかりと作っていれば、あとはもう僕の作戦がしっかり当てはめれば、その動きができれば松永が勝てるんで、選手としたら全然レベルが違う選手だと思うんで、胸を借りる印象を持ってます。会えば対策ばっかり喋って、バッチリ対策ねって、それなりの対策をもう授けてるんで、まあ、バッカーンで終わるんじゃないかなと。もう最近の試合で作戦っていう作戦授かったことないっす。あと本当ぐらいじゃないですかね。あ、まあ勝つと思います。でブライアン選手に負けるんじゃないですかね。